ごきげんよう、月見堂マナトです。パラノマサイト続きをプレイします。坂崎やっこ編です。駒形高校からの脱出。前回のあらすじ、若林の呪いを受けた坂崎やっこによみがえりの秘術を諦めようと説得するミオ。すでに学校に他の重炎の影響も出ていたため、二人は急いで教室を抜け出した。学校の中です。ねえミオちゃん、今の何？もしかして私のとは違う重炎？もうすでに他のかしり主が学校にやってきている。そこの教室、誰かいる？誰？中で何か動いた。それなら無視して進むわけにはいかない。こっそり姿だけでも確認できれば、後で対策しやすくなるかもよ。無視した方が良かった。先生だ。え、あれ、担任の城之内先生と一緒にいるのは A 組の奥田さん。え、え、これってどういう状況？驚き方が乙女。驚き方が乙女。あいつ、あいつはまた、またここで殺さないと。え、え、え、呪詛講師が出てる。姿を見られずに30秒間林をね、聞かせればできるんですけど、逆にオキエ君の時はバンバン使ってたけど、こういう時に使わないとどうなるんだろう。許せない。今呪えば殺せる。ダメ、ヤッコちゃん、呪詛釜使ったらダメ。どうしたの？耐えて。あ、使わないパターンだ。まずい、見られないうちに早く行こう。お、使わなかったぞ。城之内公平、奥田瞳といるところをやっこたちが目撃。子供の頃は成績優秀な優等生、両親からも可愛がられており、その後も期待をかけられ続け、自然と一流大学進学を目指した。ああ、受験に失敗した。ようやく入った大学でもついていけなくて、自信を喪失、やたら高いプライドだけが残った。教師という職業を目指していたものではなく、唯一の取り柄を生かせるというだけ。生徒のことは完全に見下している。甲斐リヒタの前に現れた時と様子が違いすぎません？あ、呪詠。この人かしり主だったのか。この人か、あの暗闇の力を使えるような人かな。いや、どうなんだろう。もしそうだったら、おきんえくんは姿を見ずに城之内先生を殺めていたことになる。奥田さんとどんな関係？顔見られてないといいな。え、またって言ってたから抑えきれない怒りが。呪いの力か。
目立ってた。スケバン。あ、後ろ。後ろ。後ろやばいですよ。後ろやばいですよ。先生か、奥田さんか。気づいてる。気づいてる。私が合図したら、走って逃げて。昇降口までまっすぐ。絶対に振り返らないで。まあさすがにライターなんて持ってないだろうからな。大丈夫。10分待っても戻らなかったらすぐ帰って。かっこいい。術を使おうとしてる。悲鳴が。ああ、その時に外に出た時に沖家くんに出会っちゃったのか。沖家くんっていうか、私。証文。おお。お。ダメだぞ、おめえ。こんな時間に学校来てちゃうよ。アシミヤのおっちゃん、知り合い？先生、いや、公務員さんか？つうか、学生がよそびってのがまずいかんな。公務員さん。え？呪霊はてなやってる。え、待て待て待て。この人も？あの影を操る人の姿を見てないから、なんとも。城之内先生なのか、アシミヤのおっちゃんなのか。気さくで面倒見がいい。全校生徒の顔と名前をしっかり覚えてる。時折鋭い指摘をしてくる。ただならぬ経歴を持っている人物なのではないか。いずれ駒形高校の七不思議として語り継がれることになろう。あーでもな、この人ねじまというちょっと曰くのあるおじさんである可能性。ねえ、でも似てなさすぎるかな。ねじま文近、さすがに違うか。でも人間、こう、激痩せして、どう変わるかなんて、わからないけど。みんな怪しく思えちゃう。グレてないでーす。お、火をつけてない。ライター持ってる。怪しいな。あ、怪しまれちゃった。鋭い。あ、やば。呪詛玉持ってる。これが忘れ物。そんなの学校に置いてます。学校に置いて帰って全然 OK だと思う。むしろ家に持って帰りたくない。おじいちゃんとんでもないものをくれた設定に。おじいちゃんがこれあげるよって言ってもちょっと受け取りがたいな。最近の娘っ子は不気味なもん持ってんだな。あ、このおじさんは呪詛玉関係ない。あ、送ってくれるのか。ミオのところに行かせず一人で帰る。ミオがまだ残ってて心配。うわ、どうしよっかな。今学校の中では確実に走り主とのバトルになってる。城之内先生、あるいは奥田瞳の方。あ、いや、どうしよう。あ、どうしよっかな。
ても心配なんだ。転校生のことまでバッチリわかるんだ。何かあるかもしれないので。なんだそりゃになりますよね。昇降口。うわ、ミオちゃんどうなった？残るのは握手だったか。いやでも心配だったんだ。誰も出てこない。再婚されちゃったか。最悪のパターンが頭をよぎる。行ってみるか。行ってみるか。無防備。もうちょっと警戒しながら行けばいいのに。これは。ああ、いけません。いけません、お客様。ららら、顔が見られない。顔が見られない。足が。今度はどこで間違えたの？私のせいだ。走り主がいたというのに。ミオちゃん、何の呪霊？あ、やられた。久しぶりの案内人。信用するのは危険な人物が一人いた。その人物に大切な情報を伝えない選択もできるはず。さっきの公務員さんじゃないか？この人だ。あ、やっぱこの人ねじまじゃない？ここからのスタート、怪しすぎる。やっぱこの人に言わない方が。大事な情報ってこれのことだ。あ、そうだ。そういえば校舎内で城之内先生がおっちゃんを探してたよ。うまい起点だ。できるだけ広くて明るい道を選ぶ。何かあったら火事だって叫べよ。これ以上うちの生徒が減っちゃたまんねえだろ。どういう意味？うちの生徒が減るのは嫌ってどういう意味？ああ、そうか。そうですね。そうですね。白石道夫さん。でもどういう意図で心配してくれているふうにはちょっと取り難いんだけど。隠れて待ってる。やっぱ世界線的に沖家くんには出会わなかったという流れ。え、誰が来る？沖家くんじゃない。荒石秀樹。
あ、非常勤講師。この人、ああ、そうか、この人、ん？この人？蘇りの秘術を発表し、オカルト界隈を騒がせている。噂のこの人か。こだわりの強い研究者肌。教職には不向きの性格。承認欲求が満たされるのかまんざらでもない様子。生徒からの信望は薄い。お金のために投稿したのか。ジレンマに陥っている。喫茶店黒気境の常連。仕事のない時はそこで論文や原稿を執筆している。著書未知への研究、万動指摘入門。非常勤講師。この人もはてなはてな。あ、だから貸り主かどうかわからないっていう。あ、待って、奥田ひとみのこと出てる。かわいい。たまに来ても授業をサボって取り巻きの不良仲間と屋上でダベって過ごす。1年生の時に家庭の問題から荒れ始めた。校内で暴れ回ったことがある。こんなこと、城之内先生、どんな接点が。キョロキョロしてる。あ、アンドン、だからこの人が暗闇を発生させていた貸り主だ。見つかったらやばい。どっちが先だったんだろうな。秘術のことを発表したのが先か。それでたまたま本当にこの人も呪詛玉が手に入って、自分で書いたあの論文本当だったのかみたいな流れなのか。あ、気づかれた。あ、来た。うわうわうわ、早っ。ここで何をしていた。やばっ。人を待ってるはやばいな。忘れ物です。明日じゃダメだったのか。ポケットに入っているやつ。え、いや、これはちょっと、うわー、無理やり。あれ反応がちょっと。この土地の歴史上重要な意味を持つもの。あ、走り主だとは思わずに話しかけてる。え、連れてかれる。あ、これね、きっとね、こうなんですよ。ものすごい火事。そう、昨今もそうなんだけど、助けてだとね、人が来てくれないらしく、火事だっていうとみんな集まってくるって。本当に今も昔もなのか。人が来るじゃないか。え、でもどの道、捕まっちゃった。真っ暗。わわ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 。あ、なんて生々しい音が。ぐー、あー、うそー。なんとは、どうやらマナト様の望まない結果に進んでしまったようですね。致し方ない。荒石秀樹、呪詛玉を持っているうちは彼女が切り抜けるのは困難。その状況が変わることがあったら来てください。え、
この状態じゃ突破できないのか。未完としておきます。その時までごきげんよう。あ、この別のルートはまだ行けないのか。ここの選択肢次第、脱出失敗の未来とこの先に続く未来がある。ちょっとこっちのも見たいな。教室撤退後から、あそこで力を発動していったら城之内先生を。よし、これで使っていたらどうなるのか。あ、ミオちゃんには悪いけど。あ、やっぱり相手選べないよね。あ、力ずくで止めてくれた。あ、どの道止められて発動はしない未来なんだ。あ、流れ的にも同じだわ。あー、手は免れないかな。忘れ物、人を待ってるにしたらどうなる。お仕置き？先生こそ何を。特別な夜。あ、霊野菜のこと喋った。あー、反応した。噂なんてない。転校生持ってる霊感を。なんでポケットに入ってること知ってるんだろう。ものか。どの道助からない。ぐー、痛い。この運命からは逃れられない。なるほどな。なるほどな。誰かが荒石先生をキュッてしないと別の未来は訪れないっていうことか。となるともうこの方しか。この方すか。命運はこの人にかかってるということなんだろうか。こちらもね。なるほど。こんな感じで一人のルートだけをたどることができない仕様なんだ。面白い。かすり主同士の連携でもないけど、なんだろう、風が吹いておケアが儲かる的な。違う、バタフライエフェクトか。いや、この夜に自分の取った行動で別の誰かの運命が変わる可能性か。興味深い。
いやー、ちょっと2回も。ああ、ミオちゃんのことも。なんか助けられるルートだといいんだけどな、ここが。はい、では続きはまた次回やります。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いします。ではでは、月見堂マナトでございました。ありがとうございました。荒石先生絶対許さない。